やっほーみんな、ジョイジョイのミヒです。牛小屋トークにようこそ。牛小屋トーク、今日は僕の隣にちょっと面白い機械があるねんけど、みんなこれ何か知ってる？前も言ったと思うけど、僕のおばあちゃんは農業してあってんけど、僕のおばあちゃんの親も農業してて、で僕のおばあちゃんがまだ小さい頃、学校から帰ってきてお手伝いしなあかんかってんけど、僕のおばあちゃんのある仕事はこの機械を使って仕事してあってん。でこの機械はバターを作る機械で、この蓋を開けてちょうど牛からもらった牛乳を入れて、そしてこのハンドルを回してぐるぐる回って牛乳がバターに変わるっていう仕事をおばあちゃんしててんけど、なんとこの牛乳をかき回せてバターが出るっていうテーマの箇所もあるね。ちょっと面白いで、箴言の30章33節読んでみるけど、みんな聞いて。クリームまたはミルクをかき混ぜるとバターができ、鼻を殴られると血が出るように、人を怒らせると争いが起きます。面白いなこれ。クリームまたは牛乳をこうやってかき混ぜるとバターができる。つまり原因と結果がある。かき混ぜるっていう原因で、結果はバターで、これは取り戻せない。バターになったらもう牛乳に戻せない。同じように鼻を殴られると血が出る、これも原因結果取り戻せない。でその3つ目のやつが、人を怒らせると争いが起きます。なんか面白い箇所やなこれ。最初は牛乳からバター、まあそれは普通にいいことやけど、鼻を殴られると血が出る、わあちょっと残酷になってきたな。で最後に、人を怒らせると争いが起きる。これはこの箴言の御言葉は何を教えようとしてるんかなってちょっと僕考えてんけど、やっぱり原因と結果があるってことやな。原因は結果につながる。で僕たちの言うこと、僕たちの行動も結果が出る。でもっと僕たち人生の中で気づくんかな、だんだんと生きながら、あ、僕こういうこと言ったからあの人ちょっと心傷んじゃったんかなとか、あ、僕の行動のせいでこの人が悲しんでるんかなとか、もっとこの僕たちのすること、僕たちの原因がどんな結果を生むか、もっと、見なければいけないんやなって。でもそう思いながら、あ、どんだけでも苦労して僕たちはいいことをしようとしても、やっぱりたまには悪いことをしてしまう。そういう時はどうするんや。そういう時はまたバターを取り戻せない、バターを牛乳に返せない、言ったこともまた取り戻せない、僕たちの行動も取り戻せないけど、そういう時こそ神様に、あ、神様許してください、神様これからも助けてくださいっていう生き方が一番いいのかな。だから僕たちも人生の中ですること、言うこと全部見るけど、でも失敗した時は神様にごめんなさい、神様助けてって言えるっていう、すごいクリスチャンの聖書のいい、メッセージがあることに勇気づけられたけど、みんなもこれに勇気づけられたら嬉しいな。じゃあ今日はここまでで、バイバイ。